ちゃこんにちは、さゆたかさん、はい、予想や豊か、もうね、定着してきましたね、いろんな予想しますそうだな、順位予想から、月間の予想から、はい、ブレイクする選手の予想まで、何でも予想します、大きなお世話が多いけどなまあでも YouTube のね、はい、とか一つの面白さとしては予想というのが出てきまして、まあ、そうだな、はい、実は豊かさん、今年ブレイクしそうな選手、ブレイクしなかったら選手が悪いぞという、これ結構やったんですけど、そりゃそうだよ、予想してました、はい、で実はもう今年4月1日4月の時点で、はい、今年活躍したらお疲れ玉を送りたい選手というのを出したんですよ ね、 ね、うん、ちょっとこれ見ていきますが、はい、まず巨人、はい、豊さんは高橋嶺投手をブレイクするだろうと、はい、だもう一度ブレイクっていうことですよね、そうだよな、はい、もともと、はい、その実力はね、まあ、ある選手だから、そうです、この時のコメント、はい、豊さん、変速、緩急という武器を持っているね、大城と小林が高めを意識したリードをしていて追い風になっていくと思うよ、ほらというところで、現時点でですけれども5試合で5先発防御率 0.95 2勝0敗、はい、素晴らしい、1回ちょっとフォアボールフォアボールで結構そうなんだよな、はい、ありましたけれども、じゃあ崩れるとしたらそういうパターンだよね、はい、まあ、でも小林も大城も、うん、まあ、高めを、ね、意識させて投げさせてるという、はい、まあ、リードにも支えられながら、うん、まあ、本来の姿に戻りつつあるね、そうですね、うん、続いて中日、はい、梅津投手、はい、豊さんのコメントです、はい、この投手は勝てる投手だ、中日躍進の力になるよ、はい、ということで3試合にここまで3先発防御率 3.57、うん、0勝3敗、勝たなきゃいけない試合もあったね、これはね、はいはい、そうです、まあ、ちょっと打ってあげたら勝てたのにという、はい、でもとっちらかった試合もあるしな、あります、このピッチャーはトータル的に1年間使い続けると、はい、10勝すれば8敗はするかもわからないけども、はい、勝てないピッチャーでは俺はないと思うよ、うんうんうん、そうですよ ね、 そうだね、なので、まあ、ここからでもね巻き返しというか、そう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 、うん、あの躍進の力にはなってくれると思います、はい、阪神からは豊さん、はい、岡留投手、はい、安定感あるね、1イニングでは捉えられにくい投球ができるよ、はい、相当な数字を残せるということで、ここまで6試合投げまして防御率 1.23、 0勝0敗1ホールドです、はい、活躍してますね、まあ、活躍してるっていうか、うん、チームの状態がそんなに上がってない時にの登板が多かったよね、はい、まあ、彼も苦しかったと思うけども、うん、これからじゃない、これから、うん、ただ揃ってきてるからな、あの本来の中継ぎ陣たちが、うん、そうだな、だから、まあ、チャンスをもらえるかどうかだけども、ただやっぱ一時の苦しい時期のを耐えしのげたのはやっぱ岡留投手の力っていうのが、ね、まあ、それもちろんあるよね、はい、うん、さあ続いて広島からは田村選手、はい、コメントです、打率も残せるしホームランも打てる、打撃センスがいい、将来的にはカープの軸にということで、ここまで20試合で打率1割9分7厘、ホームラン0、2打点というところなんですけれども、最初良かったんですよね、まあ、オープン戦の後半良くて、で入りにちょっと状態的には落ちるような状態の時期に入ってきて、うん、ちょっときっかけをつかみ損ねたかなという感じがするよね、まあ、でも実力があるから、まあ、そのうちまた出てきて打ってくれると思うよ、今代わりに野間選手が、ね、まあ、出てきて今非常にいい成績残しているので、まあ、ね、はい、まあ、将来的にはもちろんね、田村選手っていうのは軸になると思うんですけど、いやもう出てくるし軸にはなってくれると、うん、ただやっぱり今年活躍してお疲れ生送りたいですね、田村選手に、そうだな、酒飲めるのかどうか分かんないけどな、分かんないけど、そうですね、うん、そうか、さあ続いてヤクルトです、はい、まあ、再起という意味で西川遥輝選手を豊さんに挙げました、はい、うん、1番塩見、2番西川は相当な脅威になる、絶対に活躍できる素質があるよということで、ここまでですけれども21試合に出場、2割6分8厘ホームラン0なんですけれども7打点というところで、得点圏3割、3割6分4厘、まあまあかな、うんうんうん、まあでも外されたりだとか、そうです、まあいろいろあるんだよね、うん、でも塩見との 1,2 番というのはほとんど組めてないというか、まあ数試合あったけども、はい、組まれると嫌だろうなっていうふうに、相手は脅威だろうなっていうふうに思うけども、うん、なかなかそのチャンスに出くわさないよね、そうなんですね、まあ、何かあるのか、それとも他の選手の方がやっぱりいいのかっていうことだろうけどね、うんうん、あの最初出だしの頃は1番塩見選手、2番西川遥輝選手で結構飛ばしていってたんですけど、まあ、そうだよね、2人が揃うといいなとは思うけどね、うん、
ただもうちょっと、もちろん活躍してもいい選手ですね。いや、それはもちろんそう。さあ、DeNA からは豊さん、梶原選手を挙げていました、はい、1年目から走攻守にセンスを感じていたよ、うん、上位打線を打たせてもいいし、勝負強さも持っているので、6番あたりでもいいかもね。ということで、ここまで9試合、打率1割5分4厘、出塁率が3割1分3厘と。まあ、パッと使われた時にポンポンとホームランを打ったりとかしてたんだけども、うん、まあ、なかなかこう継続していかないというかさ、まあ、その外野争いというところでまずチャンスをって与えられないっていう、まあそうだな、うん、だからまあそこにチャンスを与えるとこんな数字じゃなくて、うん、もっと残せるというふうに思ってるけどもね、はい、まあ、なかなかそこの外野手っていうのはまあ層も厚いし、うん、まあ、レベルの高い選手も多いからね、うん、だからなかなかちょっと苦しんでるけども、はい、使えばやると思う。そうですね、うん、そもそもがまあライトに渡来選手いて、はい、そもそもレフトに佐野選手がいて、まあ、まあ そうそのセンターしか空いてないっていうところの戦いなんですよね。まあ、苦しさはあるよな、うんうん、だからここはもう使われる使われないの問題になってしまうので、やっぱり難しいところはありますね。まあ、そうね。さあ、続いてパリーグ、楽天からは内投手を挙げていました、はい、持っているものはすごいが配球によるところが大きいかな、まっすぐを狙い撃ちされるケースもあるしね、ということで、ここまで4試合4先発で防御率 3.00、 1勝1敗という成績です。1勝1敗、うん、この投手もまだ10勝すれば10敗ぐらい、うん、そうな感じはするけどもね、はい、まあでも素質とすればやっぱり12、3勝いって7敗ぐらい、うん、5つぐらい作れるような貯金をね、うん、まあ、ピッチャーになれるといいなっていうふうに思ってるけども、うん、コントロール悪くてボールになったら次のまっすぐを狙われるケースが多いんだよね、うん、まあ、そこら辺でちょっとした変化球でストライク取れるとまたちょっと雰囲気が変わってくると思うけどな、うん、さあ、続いて西武からは甲斐の投手を挙げていました、はい、意地も含めてやってほしい、大量点が取れない西武だからこそ最多セーブのタイトルを取れる可能性が十分にあるということで、うん、実は、今2軍というところで、まあ、はい、まあ、ここまで8試合投げて防御率が 5.63、はい、0勝1敗5ホールドというところです。まあ、西武戦でやられたからね、あ、西武戦じゃないや、ソフトバンク戦で、そうです、だから返り討ちに合ってるというような状態だったから、それとやっぱ西武シチュエーションのピッチャーじゃなくて、まあ、一つ前8回の選手になっちゃったよね、はい、そのポジションというのはソフトバンクの時から慣れてるから、ただ移籍っていうのはやっぱ難しいな、やっぱ一つのね、ミスがダメージがでかいんだよね、うんうん、ましてやその相手がね、ソフトバンクだと、はい、ちょっとつまずき方が悪かったな。そうです、ね、まあまあ、でもこれからまた上がってくると思う。あのだし、あの中継ぎ後ろにいないといけない必要なピッチャーではあるので、もちろんそうだね、はい、期待してます、はい、さあ、続いてソフトバンクからは、うん、杉山投手を挙げていました。そうだな、やっと大気が花開くかな。いや、そうだよ、角度もあるしさ、うん、いいフォークもあるし、うん、まあ、この前自作自演だけどもさ、西武で危ない ところがあって、はい、まあ、そこを切り抜けて、うん、でサラリーに持ち込んだけども、はい、魅力あるよな彼はな、うん、やっぱこう角度があってボールに力があって、うん、ね、フォークがあるっていうね、うん、もうやってくれると思う。そうですね、これからもね、同じ5番タイプがことごとく花開かなかったソフトバンク投手陣の救世主になりかもということで、9試合で防御率 1.80、はい、1勝0敗3ホールド、いい成績だと思います。そうですね、はいはい、さあ、日本ハムからは野村投手挙げていました。野手ね、あ、野村選手、はい、清宮の居場所をなくすくらいの活躍を期待したいね。普通にやれば万波と双璧を打てるくらいの打てるポテンシャルがあるということで、今ファームです、8試合で、打率077というところですね。まあ、上ではね、はい、はい、まあ、2軍ではさ1試合2本ホームラン打ったりとか、はい、無双状態だけどもさ、うん、でも上がってくると思うよ。上がってきますか。上がってくると思う、はい、あの状態的には全然悪くないから、はい、どのタイミングで上げてくるかっていうのは楽しみしてるけどね、うんうん、まあ、野手がちょっと疲れが来てるとか、はい、まあ、そういう時を狙ってるのかな。うん、まあ、今状態がいいから日本ハムそうですね、まあ、そんなに動かしたくないっていうのは思ってるのかもわからないけども、はい、まあ、いずれは上がってくる。お、上がってくる、うん、状態いいから、はいはい、さあ、ソフトバンクからも、このウォーカー選手を挙げてましたね、豊さん、はいはい、破壊力のある打撃でオープン戦5本塁打、はい、守備を守らないでいいというだけで見ていてもホッとするよということなんですけれども現在ファームです。
打てないな、打てない。これ20試合で打率が1割6分9厘でホームラン1本3打点というところで、そうだな、もう少し打つと思ったけどね、うん、私もそう思ってたんですよ。ただやっぱりこう投げてくるピッチャーっていうのが全然違うピッチャーだからね、セリーグとは、うん、慣れるのに少し時間がかかったのかなっていう、うん、でも大川が打ち出したらもうソフトバンクダメだと思う、うん、おにぎりかな、違反になっちゃう違反になる。イエローカード出るかもしれないですね。そうだね、強すぎ て, いや強すぎてって、うん、いや本当に俺はもう最終的には打つと思うよこの選手も、うんうんうん、じゃあそこはね、時間の問題ってことですね。まあ、そんなに心配しなくてもいいよね、はい、チャンスさえもらえればね。そうですね、うん、さあオリックスは紅林選手を挙げていました、はい、コメントです。今年自覚が違うように見えるね、チームを引っ張り出すきっかけの年になるかも、坂本以来と言われるようなショートの活躍を期待ということなんですけれども、はい、出だしこそ打率上がってこなかったものの、うん、現在26試合に出場、2割4分7厘、6打点、出塁率が3割2分6厘、はい、上げてきました。まあ、そうだな、はい、やっぱ守備も含めてさ、やっぱオリックスの中心選手になる選手だよ、はい、まあ、悪いからって騒ぐことなく、うん、彼を使っとくとやっぱ何かしてくれるっていうね、はい、まあ、そういう期待感は俺はあるけどね。そうですよね、うん、で今年こそさらにまた去年以上の活躍をっていうところですよね、はいはいはい、ロッテからは藤岡選手を挙げてました、はい、コメントです。去年の後半からバッティング変わったね、セカンドのコンバートでロッテの中心人物になるよというところで、ちょっと一時期外れてたこともありましたが、まあ、怪我があったからね、はい、15試合で2割5分クリーンということですけれども、うん、いや、うん、上がってくる上がってくる、もう間違いなくバッティングは一皮向けてるから。あ、そうなんですね。いや、もう全然違う、うん、まあ、上がってくるのを待つことだな、うん、まあ、まあ十分ホームランも打ってるし、うん、それなりの活躍はしてくれてると思う。おー、うん、あの開幕戦でも伊藤大海から3本、はい、3本だったから、まあ、1人だけなんか伊藤大海を打ち崩したっていうようなバッティング、まあ、非常にやっぱりいいものを持ってるよね、うんうん、で変わったっていうことがさらなる飛躍につながるっていうふうに俺考えてるから、コンバットしたことで、まあ、コンバットとバッティングを変えたということでね、はい、だから非常に俺は期待してます。なるほど、はい、これが4月1日にブレイクするであろうというふうに予想したんですけれども、12月に投稿した分もありまして、はいはい、ブレイクしなかったらもうこれ選手が悪いというタイトルで出しました。いや、そりゃそうだよいいプラスの意味で出したわけですからね。そうそうそう、今多分ここら辺にですね、その時の動画ぜひ見てくださいというふうに上がってると思うんですけれども、うんうん、阪神から、はい、下村投手ピッチャーでな、トミー・ジョン行ったな、はい、トミー・ジョン早速行きました。お前ドラフトでいきなりトミー・ジョン、まあ、あの中日のドラフト1位もトミー・ジョンだけども、はい、やっぱそれだけ過酷なリーグなんだろうなと思うよ。豊さんのコメント、はい、いきます。岡田監督はチャンスを与えていく、第2の村上候補、受賞は間違いないと、まあ、期待していたんですが、ここはもうね、トミー・ジョンなのでしょうがないこれは、はい、続いて広島、常広投手です。こちらもドラフト1位でした。下村と新人王争いをするよ、10勝以上は期待できるということで、こちら学業に専念したため遅れているということです。どないなってんやん、青柳くん。ちょっと、単位ですか？ちょっとのんびりしてるよな。そうですね、まあ、学業優先ということでしかないですね。まあ、しょうがないね、人生長いからね。そうですね。続いて、横浜からは石川投手です。コメントです。去年は中継ぎ起用で成長した、度胸もあるしマウンドさばきもいい、先発起用もあるかもよということで、9試合ここまで防御率 0.93、はい、ホールド、うん、頑張ってます。まあまあ頑張ってる方じゃない、うんうん、貴重な、まあ、横浜にとってはピッチャーになりつつあるからね。そうですね、うん、さあ続いて巨人からは赤星投手でした、はいはい、コメントです。去年シュート系ボールに磨きがかかったね、うん、今年の投手のブレイク候補ナンバーワンだというところで、うん、ここまでは3試合2先発防御率 2.4 で0勝2敗というところです、うん、勝ち星こそ上がってないけど、はい、だから投げてる内容は素晴らしくいいんだよね。いいですか、うん、いいと思うし、やっぱり言ってるようにシュートボールインサイドの使い方もうまいしね、はい、で制球はいいし、うん、だからやっぱりちょっと運だよね。まあ、それと最初にローテーション入ってなかったんだけど巨人の、はい、でも途中から入って外されなくなったでしょ、はい、だからそのぐらい内容は充実してると思うよ、うん、じゃ あの数字には現れてないけれども、うん、充実してるというか成長してる部分は、まあ、ゲームはしっかり作ってるからね、はい、さあ続いてヤクルトからは金久保投手、うん、コメントです。
たまにキレがあるよ、元の球威が戻れば投手不足のヤクルトでチャンスをつかめるということで、現在2軍で頑張ってますが、だからなこういうところにチャンスつかめないとさ、もうつかめないよ彼。ヤクルトは今大チャンスですよ、あのピッチャー陣。そうだよ、それとやっぱね、投げてる姿をのもう知ってるけども、はい、やっぱキレいいんだよ、うん、だああいうキレが戻ってきたら必ず活躍できると思うけどな。なんかあるんだろうね、二軍でちょっと制球難というところです。そうか、あれが制球難になるっていうのはよっぽど変なことしたんだね。なんかいじったんですかね。可能性はあるか、はい、期待したいです、はい、中日からは根尾投手です。コメントです。投手として形になってきた感じがするよ。7から8勝は期待だね。開幕から先発ローテ起用されると面白いということで、まだファームです。まあ、そうだな、あそこはあの先発ローテそうが厚いんだよ、そうそう入ってこれないんですよ。でもそこをねぶち上げて入ってくるぐらいじゃないとな。これ中継ぎっていうことはならないんですか、一軍では。あ、経験不足じゃない、ピッチャーとしての。あ、で中日はその負けゲームのピッチャーっていうのを置けないからね、はい、なかなかね、うん、厳しいかもな、はい。オリックスからムクノキ投手を挙げていました。コメントです。満を持して今年出てくるよ、この投手には太鼓判を押す、受賞はする、出身校いいしねということで、うん、出身高校が高川だよね。高川学園、もう出身校からしていいと太鼓判を押してました。まあ、ただ、まあ、トミージョン手術の明けて、はい、今年だから、うん、まあ、前に1回投げたけども、はい、ちょっとね、まあ、初回失点して、うん、でもこのピッチャーは慣れてきたらちゃんと活躍すると思う。まあ、久しぶりだもん。あ、まあ、実戦はそうですね、1軍での、そうそう、この、まあ、防御率が12ということなんです。ちょっと打たれたということなんですけど、それはもちろんそうだね。トータルすれば今シーズン結局やってくれたねっていう投手にはなりますよね。まあ、なってほしいな。そうですよね、うん。さあ、ロッテからは中堀投手、うん、コメントです。投げてる球に癖がある、癖球をうまく利用してブレイクしそうだねというところで、現在一軍出場はまだないと。昨年のその中森の投球見てると、うん、もう本当になんかこう癖球というかね、はい、まあ、そういうのがきつくて、うん、まあ、左バッター特にだけども詰まるケースが多かったんだよね、はい、だこういうピッチャーがなんで入ってこないのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがするけども。そうですね、まあ、本当に使えるような中継ぎになるよ、はい、うん、しっかりね。ここからまた見といてほしいですね。そうそう、はい。さあ、ソフトバンクからは笠谷投手、うん、コメントです。俺はずっと注目している。たまに重さを感じられるね。和田投手の門下生になって活躍してほしい。今年が分岐点だということで、現在一軍出場なし。何やってんのかね、うん、持ってる球自体はすごいよ。なんで出てこないのか不思議でしょうがない。何ですか、これは枠の問題なのか、うん、枠の問題なのか、やっぱり何か欠陥があるのかだよね、うんうん、そうですよね。左ピッチャーでね、はい、すごい力のあるボール投げるんだけども、うん、なかなか来ないね。そうですよね。今年でも一軍でね、ぜひ見たいので上がってきてほしいところですね。さあ、実は豊さん、ここでなんと楽天の内投手、はい、ダブルで上げていました。この時点でも、はい、先発で見てみたい、内は勝てる投手だよということで、現在4試合4先発、防御率3ということで頑張っている選手ですけども、うん、まあ、そうだな、素質見てもね、うん、はい、このピッチャーやれなかったら相当自信暗鬼になる選手はいるよ、うん、あの、いや、あいつは、いや、疑心暗鬼になるやつはいるよ、はい、だってあれだけの素質持ってて勝てないって言ったら、うん、それはそうなるよね。そうですよね、うん。さあ、続いて西武からはルーキーの竹内投手を挙げていました、はいはい、コメントです。隅田のルーキー時代とは違って最初から活躍してほしい。安定感抜群、10勝は期待だねというところで、現在3試合で3先発、防御率 2.14、 1勝0敗、華々しいデビューはしましたね。したな、はい、でもね、打てないことにはね、10勝できない、うん、野手ですね、うん、まあ、結構ゲームもしっかり作ってるし、はい、まあ、昨年の隅田もそうだったんだけど、一昨年かな、はい、ルーキーの時ね、はい、一勝勝って、あ、これやっぱりいいなと思ったら全然打ってくれなくて、はい、勝てなくなったでしょ、うん、同じ二の前だけはやめてほしいなと思うよね。ここはやっぱ野手陣との兼ね合いですね。いや、兼ね合いだな、はい、うん。さあ、日本ハムからは根本投手を挙げていました、はい、コメントです。安定感もありテンポもいいね、中継ぎ起用なら試合の流れを変えてくれる投手、受賞はするよ、
ということで現在1試合に登板1先発防御率 13.50。 何型変えたんだよな。キャンプ見た時にこれはダメだと思った。あ、そうか、これ12月の時点だったんで。そうだろ、はい、2月の時点だ。ダメだ、どうなっちゃった。もうね、腕がこう離れるようになったんだ。もっと巻きついてきてたんだけど、はい、遠回りするからさ、腕が追いついてこなくコントロールつかないんだ。でもそれ以上のことを求めてやってることだろうから、はい、その目標にしてるものがハマってきたらもっと良くなる可能性もあるから、はい、これは一概に言えないんだけどもね、はい、そうだな、もったいないな。そうです。でも投手がいるからな、日本ハム今もうね揃っているのでなかなか難しいですよね。さあ続いて野手編です、はい、阪神野口選手を挙げていました。こけてる、もうこけた12月の時点では挙げてたんですけどね、豊さん。いやいや、それはね、キャンプも見たけど、うん、あの時はやっぱ、ああ、いいバッター、阪神いるなと思ったんだけど、はい、やっぱ周りがこうガンガン行くから、うん、煽られたんかな。焦っちゃって、それで。うん、可能性あるな。岡田監督もいいというふうには言ってたんですけどね、最初。いや、あれ見て悪いっていうやつはいないよ。そうですよね。いや、多分ね、本当に煽られて自分を見失った部分はあるなと思って。期待されてることがなんかパワーとかパンチ力だとか言ってたけど、いや彼はやっぱ広角に打てるそういう技術があったんだよね。一軍のキャンプとはちょっと違ったな。そうですよね、うん、一応コメント読んときますか、豊さんの、はい、思い切りがよく右方向にもしっかり打てる、魅力があるね。外野なので森下はうかうかしてられないよ、うん、と言ってましたが、ここまで一軍の出場はないというところですね、はい、寂しい。続いてカーブ、田村選手挙げてましたね、豊さん。こちらでもカーブ挙げてました、田村選手。まあ、先ほどとね、うん、同分だよ。そうですね、以下同分ですね、以下同分、はいはい、続いて横浜、梶原選手、はい、あ、これも以下同分、これも以下同分だ。そうですね、うん、はい、巨人、鈴木大和選手を挙げていました、うん、レギュラー陣がほぼ確定状態なので、この選手がベンチにいたらいいな、あの足が忘れられない、うん、俺、阿部監督が、まあ、小技を使ってくるとか、はい、そしたらスペシャリストがいるなっていう、うん、1点を取る時のためのだから鈴木なんかは上がってくるかなと思ったんだけどね、うん、ここまで一軍出場ないんですよね。まあキャンプでも見なかったしな、はい、だからチャンスをつかみきれないで困るね、これは。そうですね、はい、さあ続いてヤクルトからは北村慶吾選手でした。コメントです、中央大学の方の北村だよということで、うん、巨人からの北村選手はないというところ。バッティング、あ、まあ両方バッターか、はい安定的に使われると力を発揮できる、サードで現役ドラフトの北村との北村ダブル争いかとなってたんですが、一軍の出場がここまでないと、まあ、その時俺の構想の中では村上がコンバートっていうことを考えてたから、ね、だからサードのポジションの争いをするかなと思ったら、うん、全くそこをどしっといられるとか無理ですよね。いや無理だよね、うん、で外野手も無理だし、無理ですね。でもやっぱパンチ力あるしな、うん、魅力は魅力だよね、うん、この選手は、はい、さあ中日からは豊さん大好き、はい、田中美希也選手を挙げていました、うん、コメントです、広島の菊池を彷彿とさせる守備力があるね、井端のような練習では目立たないが試合で目立つタイプというところで、25試合に出場し2割2分7厘6打点ということで、出塁率277、犠打6。でも田中美希也選手、今年やっぱり快進撃の一つになってますよ。あ、まあそうだな、うん、まあ、あとは中日の野球をね、変えていくというような、はい、まあ、そういう感じの選手でもあるよね。そうですね、うん、ただもうちょっと打率欲しいな、うん、あのそうですね、どのぐらいまで2割、まあ、2割5分ぐらいは欲しいよ、絶対に、うん、で、フォアボールを取り、うん、まあそうだな、出塁率が3割5分以上、はい、ぐらいだと理想だけどな、うん、ただ本当にここまでね、あのセカンド、中日のセカンドだったりとか、はい、2番打ったりとか、うん、そういうところで活躍というかしているから、なんかこう中田翔選手と田中美希也選手、まあ、三好選手もそうですけど、なんかポイントになってきてるのかななんて思いましたけど、いや、やっぱつながりとして中田との相性は悪くないと思うんだよね、うん、だからもうできるだけやっぱ中田翔の前に出ることを考えてほしいな。そうですね、うん、オリックスからは池田選手、コメントです、思い切りがよくセンス抜群だよ、ホームランではなく出塁に期待したいねということで、うん、ここまで1軍の出場は。あ、そうだな、阪神戦のファームで出てた、はい、どうでした、守備固め。ああ、いやだから打席があんま立ってないんだよね、まだ思い切りのいいあれが見れてないんですね。まあまあそうだね、そうか、はい、じゃあここは保留ですね、はい、ロッ
ってからは同じく池田選手、うん、パンチ力があり荒削りだが試合の局面で考え方を変えたバッティングができるよということで、うん、ここまで6試合に出場、打率6分3厘、ホームラン0、0打点、出塁率063と、ちょっと悪いな、ちょっと悪いですね、うん、うまいこと使ってあげるとな、力を発揮できるような場面でね、はい、なかなかやっぱ若いとね、やっぱ安定しないからな、技術も含めて、そうですね、うん、だからなかなか使いどころっていうのは難しいけどね、うん、まあ、それはもう自分で掴んでいくしかないからな、そうですね、チャンスはな、はい、さあソフトバンクからは井上選手を挙げていました。コメントです。安定的に20発打てそうな素質あるね、2割6分、20発、70打点近くいけたらブレイクと言えるね。なんですが、ここまで1区出場なし。もともと内野だけども、はい、リチャードが上がってきたりとかしてるからね。だからなかなかやっぱりこうチャンスをもらえないな。でも素質はいい素質は持ってると思うよ。うん、そうなんですよね、うん。だからもったいないけどね。そうですね。ただ、控えに置いとく選手じゃないんだよ。やっぱ上がってきたら使いたい選手だから、はい、なかなかファームから上がってこれないけども、うん、それは実力ではなくて、うん、彼の将来的なことを考えてたよ、多分。そういうことなんですね。そうそう、さあ楽天からは吉野選手を挙げていました、うん、コメントです。もうそろそろ右の外野手出てこいということで、まあ、左が並ぶ打線の中でね、はい、やっぱ貴重な右になってくれると思うんだよ、うん、まあ、昨年ちょっとね使われたけども、うん、まあ、その時もあんまり打てなくてな、打率が悪くて、だから打ってくれると助かるな。ここまで1軍出場なしという結果です。西武です。山村選手コメントです。見た時にまだこんな選手いたんかと思った。パワフルな打撃をするよ、2割8分の10本を期待というところで、ここまで6試合で1割5分、ホームラン1本、4打点、出塁率182。この子のバッティングはちょっといいよ、うんうんうん、この前ロッテ戦の逆転スリーランか、あれ、はい、やっぱこの選手はやっぱいいもの持ってるバッティングね、打てない西武だったらもう優先的に使っていいぐらいの選手だと思うけどな、俺は。もうまあ、レギュラーで固定して使ってあげた方がどんどん打ってくれるんじゃないか、まあ、そうだな、うん、どうせ打てない人を選手を使ってるんだったら、うん、打てる可能性のある若手を使った方がいいよな、はい、それも西武の、ね、飛躍というか、まあ、山村選手のもちろん成長にもつながるでしょうし、ひいきはチームの、ね、はい、上昇にもつながっていきますけれどもね、はい、現在はちょっとね、怪我で離脱中というところらしいです、うん、ね、もったいないね、うん、そうですね、はい、さあ最後この選手をラストに挙げていました。お、いきましょう。日本ハムからタミヤ選手、もう完全にレギュラーみたいな感じだよね。完全です。コメントいきます、はい、打ち方が素晴らしい、はい、キャッチャーであの打撃をされると他の野手の出番なくなるよ、欲をかかなければいいよということで、そうだよ、ここまで20試合3割7分3厘、はい、ホームランはゼロなんですけれども8打点、出塁率403、素晴らしい。開幕当初って8番9番でスタートしたんだよね。でも今5番打ってんだよ、クリーンアップ。いやだからどれだけやっぱこう安定感があり頼りになるかっていうバッターだよ、はい、やっぱね彼のバットコントロールっていうのは素晴らしいと思うよ、ね、去年の終盤からちょっと出始めてホームラン打ったりとかしたんだよね。そうそうそうです。だからそのホームランも見たし、うん、いやこの打ち方っていうのはこう違うなっていうね、うん、まあ、そんな感じがしたから、はい、彼はいい。もうまさに日本ハムの正捕手の座を掴み取ったなっていう感じがありますよね。まあ、そうだな、サチヤの時は伏見が被るけど、はい、他大体そのタミヤが被るもんね、うん、リードして完封もさしてるしさ、うん、まあ、いいキャッチャーになったよ。全日本のね捕手にも、まあ、そうだな、ね、はい、選ばれたらいいでしょうし、うん、というふうにねちょっと、まあ、4月の投稿と去年の12月の投稿で豊さんが、まあ、ブレイク今年してほしい、しなかったら選手が悪いというタイトルで、ね、それは悪いよね、お伝えした選手のせいってね。そうですよね、なかなかいないですけどね、選手のせいという、いや選手のせいでしょ、だって素質はあるわけだから、それを素質は認めてるわけだから、それを開花させるも腐らせるも本人次第、そう本人の努力次第ですよね、はい、ただこれまたシーズンの中盤とか終わりの方でこれはやります、はい、これをもとにまた答え合わせをしていくので、今ここでまだ一軍出場なしとなっている選手もその時にもしかしたらもうブレイクしているかもしれないですし、答え合わせはどんどんしていくのでまあそうだ、同じコメント好きだからな、はい、本番組答え合わせ大好きです。そうだね、はい、はい、